じゃあ、はじめまして。ピーター・ハーと申します。イギリスのバリュートラックという小さい投資顧問会社で働いております。本日、ザ・ピーター・パーカー・アウォーズに参加させていただいてありがとうございます。本日、ヘッジファンと日本の金融機関によるヘッジファンの投資について述べようと思います。まず、ヘッジファンの説明をしたいと思います。ヘッジファン業は投資顧問業の部分です。投資顧問業の目的は客さんの貯金を増やすことです。皆さんご存知だと思いますけれども、最近貯金を増やすのはとても大変難しくなってきました。例えば2008年の世界中の株のと債券の下落で貯金を増やすというより貯金を減らさないということが目的になりました。この世界金融危機は2007年のアメリカのサブプライムローン問題によって始まってまだ終わりそうもありません。2007年はお金のないアメリカ人が借金を返せませんでした。今の2010年はギリシャなどの国々が借金をちゃんと返すかどうか心配が多くなってしまいました。こういう時期にヘッジファンドはどんなふうに社会のためになりますか？ヘッジファンドの役割は貯金を増やすことです。特に、日本のように人口が老化している国で貯金を増やすのはとても大切な役割だと思います。説明に戻ると、ヘッジファンドはこういう大変な時期にどうやって貯金を増やせますか？ヘッジファンドはどのものですか？ヘッジファンドは投資信託に似ています。両方とも投資家の貯金を扱ってそれを増やそうと努力します。投資信託は株及び債券に普通投資します。ヘッジファンドは投資信託より複雑ですが、目標は同じです。ヘッジファンドと投資信託の違いの一つは投資家の種類です。投資信託は一般大衆によって投資されます。ヘッジファンドは年金基金のような機関、投資家及び保険会社によって投資されています。2008年にヘッジファン企業を管理している資金は150兆円で、超大きいですね。2000年と比べたら3割減っています。ですけれども、2000年と比べたら4倍以上です。つまり、毎年2割成長しています。ですけど、投資信託企業と比べたら、まだまだ小さくて20分の1の大きさです。ヘッジファンドは、こういう大変な時期に貯金を増やせるのは、投資戦略と関係あります。投資戦略は、ヘッジファンドが投資信託よりとても柔軟性があります。投資信託と同じように、金融市場に投資して、安い値段で株などを買って、それから高い値段でその株を売ります。この投資戦略は、ロングと言います。投資信託と違って、ショートの投資戦略もします。ショートの投資戦略というのは、まず高い値段で株などを売って、それでしばらくしてから安い値段で同じ株を買います。ですから、株をショートしたら、株の値段が下がったら利益になります。皆さん、ヘッジファンの中のヘッジという言葉は、どういう意味と思いますか？ヘッジというのは、ロングとショートの戦略を同時に使うことです。1949年に
これを使って最初のヘッジファンドを策定したのは社会学者、著者及び財政のジャーナリスト、アルフレッド・ W ・ジョーンズ氏と言われています。この人は、ロングとショート戦略を同時に使ったら、当然、リスクが減ると考えました。ヘッジファンドの大切な特徴、もう一つは、レバレッジの活用です。レバレッジというのは、銀行から借りたお金で投資することです。レバレッジで小さい利益からより大きい利益を得るようにします。損も同じように大きくなります。ヘッジファンドの分類が複数あります。その中は株を元にしているロングショート、それから債券を元にしているアービトラージ、銀とか石油とか大豆などの先物取引をやっているヘッジファンドありますし、他のヘッジファンドの投資をしているファンドオフヘッジファンドもあります。多くのヘッジファンドは米国で管理されています。しかし、ヨーロッパ、特にイギリスは重要な成長しているシェアを持っています。2008年に資金のおよそ30兆円、つまり市場の2割はヨーロッパで管理されました。幸いに前から日本の金融業で働いている何人かはヘッジファンドの魅力を分かっていました。すでに日本の金融機関はヘッジファンドに相当な額を投資しています。金融庁の調査によると、2006年に7兆4000億円の資金のヘッジファンドに投資しました。2005年と比べたら2割も増えました。ヘッジファンドにとってとても大切なお客様となっています。保険会社や都市銀行や信託銀行や地方銀行や全部が活躍していますが、新しい規制、いわゆるバーゾン2が2007年に導入されてから、ヘッジファンドに投資を減らした銀行もあります。最後に注意と望みを述べて終わりにしたいと思います。この不確かな世界の中の投資は何でもリスクが高いです。2008年みたいに株とかヘッジファンド同時の下落がまた起こるかもしれません。1998年の LTCM というヘッジファンドの倒産ありましたし、2008年のバーナード・マドフの詐欺もありました。投資家を気をつけた方がいいでしょう。けれども、ヘッジファンドの世界はヨーロッパ及び日本がビジネスを一緒にしていると思います。私はその関係が強くなると望みます。はい、以上です。今世界的に経済危機で、はい、でもヘッジファンドは生き残ってるし、これからもどんどん強くなっていくと思いますか？そうですね。まあヘッジファンドの中、そうですね、2008年だったら、まあ平均的には 30% 減りましたけど、まあ 30% 赤字になったけど、まあすごい儲けているヘッジファンドもたくさんいました。例えば先物取引をやっているヘッジファンドが大体 20% 上がった。そうですね、これからはまあ多分その普通の投資よりヘッジファンドが成功していると思います。まあ、いろんなことがあるけど、まあ、国の借金とか、それです、それ国の赤字とか、それだけじゃないですね。人口も下がるし、だから、株式指数、多分下がるかなと思います。その時、やっぱりヘッジファンドがまだ儲けるから、
成功しているヘッジファンもいると思います。投資信託と似てると言ってましたけど、はい、投資信託と競争しているということですか？競争はしていません。投資信託はもっとなんて直接に、会社に投資しているですね、産業と投資家の間の会社ですね。あまり直接競争はしていません。ヘッジファンは、ヘッジファン同士で競争しています。ピーターさんは今さっきヘッジファンドでいろんな種類があると言いましたけど、ご本人はどういうヘッジファンドを取り扱ってますか？そうですね、私はグローバルマクロのヘッジファンの種類もあります。それとちょっと似ている、つまり先物取引のヘッジファンドと似ています。私のヘッジファンドは先物取引、つまり金とか銀とか石油だけじゃなくて、株指数の先物、例えば日経225とか S&P500 の株指数、それとも国債の先物、日本の JGB とか、イギリスのギルドとか、それで通貨も投資しています。投資先は日本もあるわけですか？投資家は、大切な投資家は日本の一つあります。多分私たち管理している資金の3割、4割ぐらい、だからとても大切です。3割、4割が日本から？日本から。で、それは投資家ですよね。投資家です。投資先はどうですか？やっぱり日本がありますか？実は大きな組織で、まずニューヨークで会いまして、その後、日本の事務所に行って、今は、ロンドン出店も去年から開けましたから、今は、ロンドンの担当者、日本人ですけどビジネスやっています。そうすると今日本語で商売することあるんですか？日本語で取引することあります？あんまりないですか？その金融界の日本人は大体英語が上手で、ほとんどミーティングは残念ながら英語になりますけど。じゃあお仕事で日本語を使うことはあまりないですね。時々日本語を使うきっかけあります。それやっぱり日本のことは分かって、日本の出張は年に1回ぐらいがあります。投資家は一つしかないんですけど、やっぱり新しい投資家も探しているから、日本語は時々使えるけど、その文化が少し分かっていますから、それは役に立っています。文化はどこで勉強したんですか？日本の文化は。日本2年間半日本に住んでいました。91年と92年の大阪に住んでいました。それは日本人とも結婚しています。あ、そうですそれ毎日ちょっと日本の文化が。じゃあお家でも日本文化を勉強しているということですねどうもありがとうございました。